テイスト日本に来たという気持ちになるから二人の船を沈みかける愛の重さに耐えきれず見えるラジオ風を感じてを見てくださる皆さんお元気ですか。こんにちは。こんにちは。お元気ですか。かかかかか。皆さんこんにちは。ヒューです。はい、ヒューです。あの2020年の今年を本当に本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろありまして。はい、いろいろっていうか。うん、本当にコロナのことで大変だったよね。何もできず、うんうん、なんかすごく慌てて1年が過ぎたなって思いましたね、うん、そうなんですね、はい、私たちもそうだったんですけれど多分、私たち今の番組を見てくださる方々もほとんどの方々が本当に大変な今年じゃなかったかなって思います。本当にお疲れ様でした。そうですよね。私たちもなんか活動とかコンサートができなくて、うん、それで YouTube を始まってから今まで、うん、想像もできない そんなにたくさん方々から あの愛されていることは思わなかったんですけど、そうなんですね。本当に皆さんのおかげで私たちは楽しくまた YouTube の中で活動ができて、うん、とても嬉しいです。そうなんですね。本当に心から感謝申し上げます、うん、ありがとうございました。もうコロナであのオフラインの普通の会場でやってるコンサートとかの、活動はもちろんできなくなったんですけれども、キムさんが今言った通りの YouTube の活動ができて、でそれで皆さんとこういうふうに講演ができて本当に、大事な今年じゃないかなって思いますね。あ、それで、うん、なんか今年コンサートもできず、うん、何もできなかったんですけど、そうですね、うん、でも YouTube 活動や、うん、たくさんの方々と出会って、うん、いろんな新しい風が吹いた感じなんですけど、そうなんですね。その中で、うん、一番ベストって言えばユウさんとしては、まあ、あのキムさんが今言った通りの、はい、YouTube の活動は一番今年の中では僕としては一番ベストの、うん、ことじゃなかったかな。いや、なんか1万人の登録者のこと、チャンネル登録してくださった方も1万人突破したし、うんうん、それで20曲の日本の歌メドレーも100万回以上再生になりました、うん、なりましたし、初めて YouTube 始まりましょうとの、うんうん、ところは、うん、そんなに早く人気があると思わなかったでしょ、うん、そうですね、うんうん、私たちのチャンネルを見てくださる方は よくご存知だと思いますけれども、実は最初あの YouTube に最初私たちの、映像をあのアップしたのが2012年頃なんですよ。でその後は、コンサートの動画とかをアップロードすること以外は、何も活動はしてなかったんですけど、今年の4月の末ぐらいから、本格的に、YouTube の活動を始めましょうという話が私たちの内部からありまして、で本格的にあのスタートしたんですけど、こんなに早く皆さんからの、応援、たくさんの応援いただいて、愛されていることは本当に思わなかったんですね、うん、ここまで成長するのはもう 思わなかったんです、うん、なんか楽しいことの中で一つは、うん、あのいろんな映像のコメントを書いてる皆さんのコメントを見ることもすごく楽しい、うんうん、そうなんですね。なんかすごくありがたいこともあるし、今の感動してる、今の映像の下に多分たくさんのコメントが来ると思いますけど、それで感情とか皆さんの心の気持ちはそれでは合ってないから、出会ってないから、うん、コメントでなんか雰囲気とか読めるんですけど、うんすね、私たちの音楽で、うん、1年間元気もらいましたってのことがすごく嬉しいなって思うし、うんそうね、いろいろヒューの音楽で愛されているよとか、うん、
それでそれがすごく1年間ちょっと大変なこともあったし、うん、疲れてしまって何もしたくないこともあったし、いろいろあったんですけど、うん、また元気にもらっていきましょうのエネルギーを逆に私たちからいただきましたね。いただきました。本当にありがとうございます。嬉しいですし幸せでしたね、うん、じゃあならキムさんが一番今年大変だったことは何ですか？大変なこととは、うん、なんかもともと私たちは、うん、ヒューとしてのコンサート、うん、それこそライブで、うん、なんか中心に活動したよね、うん、なんかコンサートホールとか小さいカフェとか、うん、会場で出会って、うん、音楽の伝わってる音楽が伝わるような、うん、あのコンサートの中での皆さんとで一緒になる空気とか、うん、その空気か、うん、空気のあの肌で感じられることができなくて、それが一番大変だったなと思うし、うん、悲しかったな思うし、なるほど、もう一つは、うん、日本に行けなくなるかそうよね。私たち日本に行きたい、ほとんど 毎月1回2回は必ず日本のどこかにいてライブをしたのに、2020年、私一番最後にいたのが2020年の2月でしょ。2月頃に1回日本に行って、あの その以降は今まで1回でも日本に入れなかったので、それ、うん、あのちょうど、うん、あの去年の今の頃は、うん、有田というところでパルコホールでコンサートやった時があったんですけど、うんうんうん、それが最後になると全然思わなかったし、うん、そうよね、まず空港に行きたい、うん、空港まず免税店買い物したいのなんかあの旅行ではないんですけど、うん、どこかに行く、うん、あの必ず行くところ、うん、ね、空港、まず空港でしょ空港の中でドキドキする感とか、うん、なんか僕はね、意外とイミグレーションの時が一番ドキドキする。なんですか、うん、日本入国審査するところ、うん、で、あそこに行くと、あの、まあ、大阪や東京も福岡もそうなんですけども、どこ日本のどこに空港に行ってもイミグレーションするとき日本の匂いがする。あ、そう、それが大好き。あ、日本のテイス テイスト日本に来たという気持ちになるから、 それが一番落ち込んでることもあるかなって思う、うん、皆さんはちょっと面白いかもしれないんですけれども、早く日本に行きたいなって思うし、うん、また日本の、うん、あの新しい出会った方々と出会って、うん、コンサートで音楽で、うん、またライブしながら、うん、皆さん あの素敵な笑顔を見ながら、うん、早くコンサートやったらいいなって思います。そうよね、うん、皆さんとして今年は一番大変なことは何ですか、うん、でも、まあ、いろいろありましたけれども、来年はきっと、うん、必ず幸せな年になると思いますので、うん、皆さん一緒に頑張りましょうね。はい、頑張ってくださいね、うん、応援します。はい、さっきも話した通り、私たちが今日あの用意した曲は、広い川の岸辺、うん、広い川の岸辺という曲はもともとはスコットランド の、うん、あの民謡で、民謡で、うんうん、The water is wide。 お、発音素晴らしい、ありがとうございます、うん、いただきます。 The water wide という曲、うん、とても素敵な曲だし、好きな曲だったんですけど、うん、逆に日本語としてこの曲ができた時にすごく素敵だなって思って、うん、それこそあの曲出会った時には本当にすごくヒューとしてリュウさんとして落ち込んでた時に、なんか活動もなんか全然あのできなくなった時に、うん、その時だったです。あの僕としてはね、あの音楽だから、うん、とても私たちとしても意味がある曲なんです、うんうん、この曲を歌うと自分たちが癒されますよね。本当にいい曲じゃないかなって思います、うん、結構私たちは2年間福岡で2週間くらい、1ヶ月2週間くらい住んでたあの時期があったんですけど、うん、福岡でとてもあの素敵なあの綺麗な公園があるよね、大堀公園、
だオーリコイも好きだけど、うん、オーリコイの中でスタバ好き。このスタバでしょ、このスタバ。この曲歌うといつもコンサートの時に、うん、あの感想の時に私この曲聴いてるとオーリコイの中のスタバでコイいっぱい飲みたいなって思います、うん、結構、うん、言ってたよね言ってた、うん、あの時期を思い出して、うん、この曲皆さんにお届けしたいなって思います、うん、じゃあここで私たちがあのライブで歌うんですけれども、ちょっとセッチングが変わりますので、はい、皆さん楽しみに待ってくださいね。お聞きくださいね、うん、では Don't Water is Wide 広い顔抜きしてお届けします。どうぞ。翼もない
はい、広い川の岸辺お届けしました。あ、お久しぶりに歌いました、うん、皆さんいかがでしたか。いかがでしたか。この曲本当に私たちにも大事な曲なんですね、はい、意味もあるし、うん、この曲でたくさんの方々と出会って、うん、とても意味がある、深い意味がある曲なんですね。そうなんですね。歌手として曲は本当にご縁だと思います。そうなんです、うん、私たちが今年一番最後に皆さんにどんな曲をお届けするかということを二人でずっと話したんですけれども、結局この広い川の岸辺を決定して皆さんにお届けすることになりました。でも30日はもう一曲ありますよ。もちろん。お楽しく。それは秘密だったのに。でもどんな曲かは教えてない、うん、でもいいんじゃない、うん、そうよね。はい、じゃあ皆さん、30日、12月の30日も、もう一回この番組がありますので、ぜひご覧くださいね。じゃあ今年も本当にいろいろお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。そしてヒューのことを応援してくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。来年はきっとコロナ終わると思います。はい、頑張りましょう。また晴れる日が来ると思います。もちろんですね。はい、素敵な人生をまた一緒に行きましょうね。そして大事なことが一つありますよ。何ですか。これ知らないんですけど、うん、日々ですか。来年の1月の末頃に、はい、なんかコンサートがあるみたいです、お知らせしたでしょ、クリスマスのコンサートの時に。そっか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 。じゃあ細かいことは、ま、来年、来年この風を感じて番組の時皆さんにお知らせ しますので、はい、楽しみに待ってくださいね。また、うん、来年もヒューと付き合ってくださいね。はい、じゃあでは、お相手はキムジヨンとリュウブロクでした。皆さん、ありがとうございました。またね。良いお年を。バイバイ。風を感じてでした。ヒューでした。バイバイ。カット。